1985年の南海ホークスでは、1985年の南海ホークスにおける動向をまとめる。この年の南海ホークスは、穴吹義夫監督の3年目のシーズンである。穴吹監督3年目のチームは、A クラス入りが期待されたものの、前年、藤原光の背番号7を継いだ、久保寺雄二が年明け早々急精神不全で死去する、ハプニングが発生。 久保寺の死去を受け、穴吹監督は彼のためにも A クラス入りすると宣言。チームは4月を勝率5割で終え5月反抗が期待されたが、その5月を9勝13敗で負け越すと黒星が先行。最終的には前半戦を思いで終えるものの、8月に7勝17敗と借金10を重ねて日本ハムに代わって最下位に転落。終盤はほとんど勝てなくなり、 最終的に44勝76敗10分で3年ぶりの最下位に沈み、穴吹監督は辞任した。投手陣は、ダブル三内がこの年も、エースとして奮闘し、山内和は11勝を、山内隆は10勝を、それぞれ上げて、穴吹監督の期待に応えた。ダブル三内を除く、若手投手は3年目の藤本修二が最多敗を記録し、 藤本と同期の畠山ひとしはわずか1勝しかできず、井上雄二もわずか2勝にとどまるなど成績が伸び悩み、チーム防御率5.05はリーグ5位に終わった。打撃陣もジェフ・ドイルやクリス・ナイマンなどが奮闘するも149、本塁打はリーグ最下位で、得点、アンダもリーグ最下位に終わったほか、失策も127個でリーグ最低に終わった。ありがとうございます。